北海道稚内高等学校は北海道稚内市にある公立の高等学校。略称、地高。2013年度から同校の定時制課程で勤務していた当時34歳の男性の英語教諭は2015年度から先輩の男性教諭が担任を務める学級の副担任となっていたが、担任教諭から生徒の指導方法などについて繰り返し叱責を受け、 同年6月にうつ病と診断され、7月にはこの先輩教諭からさらに注意を受けた後に自殺。自殺した教諭の遺族は先輩教諭によるパワーハラスメントなどによって精神的に追い詰められたことが自殺の原因として、北海道教育委員会を相手取って仙台地方裁判所に訴訟を提起。2020年7月1日に同地裁は、 先輩教諭による必要な注意によってうつ病になっていたにもかかわらず、学校側が配慮義務を怠ったとして、道に対し約2530万円の支払いを命じる判決を言い渡した。http://www.chikou.wakhok.ac.jp:/schoolinfohistory h t t p w w w d o k y o y p r e f h o k k a i d o l l g j p h k a k h a i c h i k e i k 3 0 3 2 p d f 共有自殺で安全配慮義務を怠った北海道に2530万円の 賠償命令仙台一歳毎日新聞2020年7月1日。ありがとうございます。